リッチモンドメインストリート駅はアメリカ合衆国バージニア州リッチモンドイーストメインストリート1500にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。リッチモンドの食工ボトム地区にある国定歴史建造物に指定されている赤レンガ造りのメインストリート駅はリッチモンドステープルズミルロード駅で第二の接続点である。 当駅は南北を結ぶシーボードやライン鉄道と東西を結ぶチェサピークオハイオ鉄道用のユニオン駅として建設された。駅舎はボザール様式のスタイルの優れた例を提示している。6階建ての4つの時計がある塔は駅舎の南西の角にある。駅本屋は4階建てであり、1階と2階に待合室、切符売り場、食堂等があり、3階、4階は 事務室があった。メインストリート駅は1970年10月15日に国家歴史登録罪に加え、1976年12月8日に国定歴史建造物に指定された。1959年シーボードエアライン鉄道がブロードストリート駅へ旅客営業を移転した後もチェサピークオハイオ鉄道は1971年にアムトラックが 旅客営業を引き継ぐまでは、旅客営業を続け事務所を構えていた。しかし、1975年10月15日ハリケーン、アグネスが襲来し、ジェームズ川の水位が上昇し、駅の1階が浸水し、アムトラックは旅客営業を廃止した。スワ開発会社がショッピングモールにする計画を立て1983年に購入するまで駅は空き家となった。 1983年10月7日、火災により上層階や屋根は焼損した。駅舎は、その後、レプリカや根瓦を使用することを含む復元工事を施行し、ショッピングモールは1985年にオープンしたが、その後、短期間で閉店した。1991年総合陸上輸送効率化法の可決は当駅の復元計画を開始する機会となった。計画は、 マルチモーダル輸送ハブを想定した。復元工事にかかった5410万ドルの費用は連邦政府、バージニア州、地方自治体から賄われた。工事は2001年8月に始まった。内装解体は漆喰壁のアスベスト除去の必要があったため6ヶ月かかった。改装中のいくつかの問題が古い部材の交換で解決されたが構造体の問題は より深刻で、駅舎の2階を支えるために、鉄骨で補強した。セキュリティシステム、ネットワーク配線、障害を持つ、アメリカ人法に準拠した新しいエレベーターなど、現代的要素の機械、電気、配管のアップグレードは控えめに施行された。内装復元へのもう一つの重要な課題は、火災や水害による、歴史的は、色見本の喪失であった。 大規模な補修を必要としたポンペイアンレンガやテラコッタの装飾の多くは天候により損傷しており、修繕工事が施行された。復元工事施行中も線路は営業線であり、外の作業は安全上の理由のために1日に数回中断する必要があった。プラットフォームはコンクリートになったが、上屋のユニークな鉄製装飾や構造紙自体はオリジナルと同じように復元した。 ライトアップは安全上の理由のためではなく、近隣に良い影響を与えるためになされた。アムトラックは2003年に当駅を経由する運行を再開した。アムトラックの停車する列車は下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。